アステールプラザは、広島県広島市中区加古町にある文化活動目的に使用される複合施設。広島市文化創造センター、広島市中区民文化センター、広島市国際青年会館及び、広島市立中区図書館の4つの施設から構成される複合施設である。施設は、市が所有し、広島市文化財団が指定管理者として運営管理している。2015年6月1日より、広島市に本社を置く医療機器メーカー JMS が命名権を取得し、JMS アステールプラザの名称となる。期間は2020年3月31日まで。北隣に広島文化学園 HBG ホール、南隣に広島市立中島小学校がある。1204席を有する大ホールや多目的スタジオ、レストランからなる広島市文化創造センター、約550席を有する中ホールや会議室からなる広島市中区民文化センター、国際交流を深める研修室や宿泊施設からなる広島市国際青年会館、広島市立中区図書館の4つの施設からなる。1階から6階にかけて文化創造センター、中区民文化センター、7階から9階にかけて国際青年会館、2階に中区図書館がある。1991年1月、中区民文化センター、国際青年会館、中区図書館からなる複合施設として開館。1998年に文化創造センターを増設。コンサートや演劇、講演会場など文化活動に幅広く使用されている。広島市指定管理者制度アーカイブド2012年12月15日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、広島市文化創造センター条例アーカイブド2016年3月4日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、広島市区民文化センター条例、広島市国際青年会館条例、広島市立中央図書館条例。ありがとうございます。